チームオポチュニティの市川です。本日は中古衛星の取引プラットフォームであるサテライトリユースマーケット SRM を提案しに参りました。私は JAXA にて人工衛星の開発運用に10年以上携わってまいりました。この端っこにちっちゃく写っているのが私です。そんな私は日々衛星と向き合う中で密かに胸に抱いていた思いがありました。それは衛星のセカンドキャリアを輝かせたいということです。皆様こちらをご存知でしょうか。これは私たちのチーム名ともなっている火星探査機のオポチュニティです。開発をした NASA は当初90日間の運用を計画していました。しかし実際にはなんと11年間もの間火星の探査を続け、数々の貴重な発見を私たちにもたらしてくれました。ではなぜこれが可能になったのでしょうか。それは一度宇宙へ打ち上げたら修理ができないため頑丈な設計になっているからです。これと同じ現象が JAXA の扱う衛星にも起きています。こちらは日本の観測衛星 GOSAT の運用計画です。1号機は設計寿命が5年のところ10年が経過した現在も稼働中です。そして最新の機器が搭載された2号機は昨年打ち上げられました。さらなる高性能化を目指し現在3号機が開発中です。ここで私が注目をしたのはこの衛星の余寿命期間、すなわちセカンドキャリアなのです。2号機がデビューしたことにより1号機に残された道は2つ、控え選手か引退です。しかも引退する場合には宇宙ゴミの原因にもなってしまうのです。まだまだ現役として働ける1号機にセカンドキャリアとして輝ける舞台を提供したい、そんな強い思いから生まれたのがこちらの世界初となる中古衛星取引プラットフォームの SRM なのです。 SRM ではこれまでの衛星運用の経験とJAXA の知見を活用して衛星の残存価値を定量的に査定し証明書を発行します。そして取引マッチングから契約成立まで一貫したサポートを行います。また契約成立後もさまざまなアフターサービスをご提供いたします。こちらがビジネスモデルです。 SRM では仲介手数料を収益のベースとします。そしてシェアリングやリース、運用や廃棄管理に至るまでさまざまなオプションメニューを提供し、それらのサービス手数料も収益とします。これにより一から衛星を開発するよりも圧倒的に早く、はるかに低コストに衛星ビジネスを開始することができるのです。こちらは想定しているユーザーです。 SRM により自国でまだ衛星を持たない国々に届けたり、農業シェアリングによって自分たちのニーズに特化したデータを取得することができるようになります。こちらは今回ヒアリングを行った企業の一部ですが、すでに皆さん SRM のサービスに高い関心を寄せています。一方こちらは想定される売り手です。彼らにとっても SRM は新たな資金調達の手段になると同時に、航空機リースのように衛星を資産運用に利用できます。そして何より最後まで有効活用することができるのです。市場予測です。需要供給ともに十分な拡大が期待されています。またこちらは航空機の例ですが、機体数増加とともに中古市場が発展し、現在流通している機体の約半数が中古です。これと同じ現象が今衛星業界にも起きようとしているのです。最後に事業計画です。2020年に JAXA ベンチャーを立ち上げ、衛星の移管事象と取引プラットフォームの構築を行います。そして22年よりサービスを開始し、取扱い機体数と種類を増加させるとともにサポートサービスの拡充を図っていきます。最後にチームオポチュニティは熱いスピリットで皆様と共に誰にでも開かれた循環型宇宙利用システムを作っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。